日常演技の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。ではごゆっくりお楽しみください。こちらローソンの五目白和えを食べたいと思います。五目、いろいろな具材が入ってるんでしょうね。ではちょっと中身を拝見。おー、こういうふうな白和え、体に良さそうな響きですね。こんな風になってるんですね。ではちょっと水気がありますね。まあお豆腐ですからね。いただきます。あれ、思ったよりパサついてないって、それは卯の花だ。滑らかで美味しいな。これでグラタンとか作ってもいいかもしれない。チャンネル登録よろしくお願いします。滑らかでクリーミーなお豆腐と一緒にいろんな野菜が入っていて、食感も楽しむことができて美味しかったです。何とかなく食感のある豆腐といった感じですね。ただちょっとお野菜が少ないかなっていうような気もしましたので、まあこのサイズだと仕方ないのかもしれませんけど、こちらも点数とさせていただきます。もうちょっと欲しいなやっぱり。というわけで、それ夏来るや心躍るは海の人、楽しみ、それ自体が楽しみなのか、それとも他に楽しみがあるのか、まあ楽しみがあるのはいいことですよね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演、お楽しみいただけましたか。もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。